さあ準決勝第2試合、もう定番の組み合わせとなりました。 1P 側が馬、2P 側ライ。先ほど KOK を倒して上がってきたライで、危ない試合がないまま勝ってきた馬。さあ馬はこの日のためにこの場にいる全員で対策を練って、負けれる相手とは全てガチをして勝ち越す、このやり込み。さあ上ショット来たるよ。さあブランカのゲージが溜まる、そしてザガットのゲージも同時に溜まる。これはしっかり見ている。さあブッシュ叩き込んで死なないが、怒りゲージが無駄になって、さあアチ乗船下でよ。さあお互い一歩つけない。ここはステップに反応して中盤を置いたけど遅くて、中盤が連撃に負けるともう噛まずに言わの結構必死なんですけど。さあ中堅前、これがきつい、早く殺さないと。さあ最速で殺す、ライマイの中盤発生2フレ。さあ中堅ライ、ダイ、サクラ、お互いゲージ状況は5分。ゲージ効率はサクラ有利なんですけどね。さあ上からかぶせて条件、さあ飛びからゲージを回収しつつ、これは発動しっかりで削りつつ怒りゲージを無駄にする。さあこれは、さあ残ったけどっていう感じですね。さあさあパナス、さあ少しでもダメージを取りたい。さあ馬が認める全一ケーグルと言っているライガー、ここで意地を見せれるのか。さあこの画面足、さあ馬がボタンを擦るがここで当たる。さあ大将響き対さくら、最近ライさん響きの色結構中盤から多いっすね。さあ耐久旋風ゲージを貯めて、さあ暴れつぶしの中旋風、さあ強パンで暴れる。さあこれは上入れっぱ対策のダメージは減るが確定で減る、オリコンさっきあれ食らって死にましたね。さあそしてもちろん距離を取る、どうせお前は攻めてくるんだろうと、 K グループはそれがあるんですよね。さあ屍ぶっ放してここで崩せるか、崩す。さあ暴れ勝った、これで大将レガ対ライ響き。さあバックジャンプ強系で歩きバニーでゲージを貯めて、あとはゲージを貯めるだけ、相手の怒りゲージが溜まる前にこっちのオリコンゲージを貯めればもう終わりだよと、そう言わんばかりに前に出て、そしてベガのゲージが溜まる。あこれ多分終わりましたね。おっと、さあワンチャン来た、来たが体力差がきつい、怒りゲージが欲しい。さあジャンプすら許さない、さあドロッと最後はジャンプ強系、勝ったのは馬。あ